宮浩志、小野大輔のディアガールストーリーズ。こんばんは、神谷浩史です。モス小野大輔です。やぶね、今俺がレコーダースタートって言わなかったら俺がソロキャンプやらされるとかね。何今の話の流れ。いや怖かった。楽しいと思うよ。構成スタート小野くんがなんかソロキャンプやるやらねえって話をしてるから俺ぼんやり聞いてたのよね。したら急にいや神谷さんもって言い始めたから、いや俺はやらねえよっていう。そのつもりで喋ってるじゃん。そのつもりでなんか1ミリも喋ってねえよ。だから会話に俺参加してなかった。仲間だろ。何言ってるか全然わかんねえ。キャンプ仲間じゃん。さあ、MOB がですね DGS を弱して 6.9 周年の発表してちょうど1年だそうですよ。あらねえ、この話題ですよ。ソロキャンプの話題じゃないの。ソロキャンプの話題はしないの、しないよ、しないよ。そうなの。するとしても後で。なんだ、でね、この1年 MOB の皆さんいろんな活動したじゃないですか。まあ、僕らも巻き込まれまして、まあライブにねゲスト出演したりとかそんなことありましたけれどもね。まあそんな中、そういえばアニメボノボノのオープニングテーマってどうなったんですかね。ああもう衝撃の発表でしたけどもね。あの夢のような時間でしたけど、いろんな意味で夢のような時間でしたけど、夢だったのかなあれは。急にチャンネルが変わったのかっていう雰囲気になったあの発表の瞬間ですよね。そうだね、アニメ本編がちょっと流れた瞬間、ちょっと流れた瞬間、あれっていうコメントがなんかびっくりマークだけあの瞬間ですよね、混戦しちゃったのかなっていうね。夢のような時間でしたけども、まあ、その後ね、あんまり聞いてませんけれども彼らの活動は、多分専念してんじゃないですか、ボノボノの曲を作ることに。おお、アメリカとかでミュージシャンっぽいねアメリカですよ。いやこのコロナの中で行けるわけねえけどね、あいつらがそっか、アメリカに行ってきたって言い張ると思うけど、あいつらどうせアメリカっぽいところで撮ってるんだろうね、ぽいところでね、きっとね、イギリスっぽいところでなんだな、ぽいところとかで、きっと横須賀とかで撮ってるんじゃないかな横須賀ならまだいいけどね、なんか、アメリカっぽいから、アメ横とかじゃない、あ雨だからねそうそうそう上野だよ、だから撮ってるところがね、随分近くで撮ってるね、まあまあまあ、でもその進捗状況なんかもね、この番組でお知らせしていけたらと思っておりますので引き続きよろしくお願いいたします、ということで僕とあなたの物語、ディアガールストーリーズ第711話、顔って削れるもうびっくりしちゃって、あのピーリングジェルでね、あの角質をコシコシしてたら、夜ね、寝ぼけてゴシゴシまたしてたらしいんだよ。朝起きたらね、顔の皮むけてて、アホだよね、もう本当にね気をつけてください、本当マジで。はい、この番組はアニメのミックスの提供でお送りします。神谷浩史、小野大輔のディアガールストーリーズ。改めまして神谷浩史です。モス小野大輔です。キャンプではリスナー何キャンプキャンプの話をするって言ったじゃないんだよ、約束でしょ。そんな話はしてねえし、今ここのゾーンキャンプトークゾーンだから。違うよバカ、リスナーから届いた普通を紹介しなきゃ。そんなことより今盛り上がってんだからさ。おかしいじゃん。何が。いやそもそもおかしいんだよ。だ小野くんがね意味わかんねえ、なんかソロキャンプ用だからなんか知らんけれども、ガスバーナーみたいなのを買いましたと。買いました、まあ、この期間ね家にこもることが多かったので、私まあいろいろなサイトとか、まあ、YouTube 動画とか見まして、結果ですね、あ俺はソロキャンプがしたかったんだってことに気づきまして、あの一人用のガスバーナーを買ったんでしょ。はい買いました。でもそれをいらないと、使ってないからいらないから今年のクリスマスプレゼントに持ってきちゃおうかなみたいな話をしてて、でもそれはダメだと。もったいないね、そうだね、まあ、構成スワはもうそれはダメだと、キャンプをやるべきだって話をし始めて、はい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 。でもなんか大変そうだから、そのなんだろう、お互い10メートルぐらい離れてキャンプしないみたいなよくわかんない話の流れになってここは小野さんのゾーンで、ここは、自分のゾーンで、ここは神谷さんのって始めて、おい俺も参加すんの、それ参加するでしょみたいな。なんでみたいな。全然俺二人の話聞いてなかったんだよ全く会話に参加してなくてさ、ぼんやり話聞いてて、いつの間にか巻き込まれてるっていう。いや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 、だからもう運命共同体だよ。だって何言ってんの。だってお金持ってるでしょ。お金はねえんだよバカいくらだって買えるよ。んなわけあるか。キャンプギアをさ、ねえんだよ俺は今金が。メスティン買いなよ、メスティンを。なんでメスティンって。飯盒みたいなやつだよ。なんかあの飯盒のもっと便利なやつだよ。
いろいろ煮たり炊いたり焼いたりいろいろできるやつだよ。いらんがよ。買えよ。買ってくれよ。いやだよ。だって銀行口座がパンクしちゃうでしょ。パンクするわけねえだろ。パンつって。ここはもうキャンプ用具を買うしかないんだよ。やだよ。テントとキャンプ道具はさ、キャンプにしか使えないでしょ。だって当たり前だけど。当たり前だよ。そんなことないよ。え、何使うの？家で使えるよ。家で何を使うんだよ。あ、でもメスティン使える。メスティンってなんでだから。だからメスティンだよ。知らねえっつってんだ。テントとかだっていらねえだろ。寝袋とかよ。寝袋いいじゃないですか。は？寝る時お部屋が寒い時に、ね、寝れる寝る時。いや温めりゃいいじゃねえかよ。暖房でもなんでもつけてさ。もったいないでしょ。いやいやもったいないとかじゃなくてそれ、うん、無駄なものを買うことなんかもったいないだろうが。なんで暖房あるのにさ暖房消してさ寒いでしょなんつって俺が寝袋で寝なきゃいけねえんだよ。換気した方がいいでしょ。いや換気をした方がいいよ。それはもちろんそうさ、うん、換気をしてください。だからずっと窓開けといて部屋で、うん、窓全開で玄関も開けといて、うん、中でテント引いて。やだよ。風邪ひくわ。寝袋で寝てくださいよ。うん。でメスティン。嫌だっつってんだろ。メスティン。まあ半合買ってよ。いつ行くつもりなの？その何？状況的にさ、まあこれからどんどん寒くなるじゃん。状況どんどん悪くなっていく一方ですよ。雪が降る直前かな。もう今行かなきゃで。なうじゃん。ね。行こうよ。話だけ聞いてやるよ。行こうよ。行かないとさ。共有できないじゃん。トークだ共有したくねえんだよ。実感できないじゃんだって。どんだけ寒かったとかさ、どんだけラーメンが美味しかったとかさ、なんでラーメンだ。俺が作ったさ、知らんつってんだろうが。ラーメンなんて自宅で作って食ったら一緒だろ。いやいやもう外で、いやこれがね、動画で見たんだけど、ね、外で食うとうまいんだって。お前はすぐに影響されんな。しょうもない動画で。しょうもなくないよ。何万再生いってるやつだよ。何百万再生いってるやつだから。すげえなとは思うけれど。でしょ。でもその人も言ってたよ。やっぱり外で食べると全然味が違うって、うんうん、味わってみたくないですかそれを。いや全然。いやでもなんかそのこの番組にもねゲストに来てくださった水曜どうでしょうの藤村さんが、あの北海道のね赤平に建てたどうでしょうハウスで、あの野鳥観察の刑っつって、もう何ヶ月もそこにこもって延々まあキャンプみたいなことやってるわけよ。でその動画を見てて、まあなんか楽しそうだなっていうか、なんかこう新しい考え方だったりとか、やっぱ一人で全部やんなきゃいけないし、あそうね、うん、でそこでなんかこういろいろ考えたことだったりとかを、まあ、今後の新しいあの、うん、どうでしょうのね、うん、活動に多分反映してたりとかするんだろうけれども、ってことは行くね。行かねえけど、うん、で今後の DGS のことを考える貴重な時間になる。俺の話聞いてもらっていい？でなんかそのバルミューダのランタン買って。バルミューダのランタンは持ってるよ。ほらほらソロキャンパーだもん。バルミューダは持ってるよ。ほぼソロキャンパーだよもう。うん、バルミューダ好きだから。あもうじゃあもうでもそれほらそれお家で使ってるんですか？お家で使ってるよ。使ってるっていうか。ちゃんと使ってます。それほら飾ってある。バルミューダが泣くよそんなの。外で使ってあげないとさ。まあ外では使ってないよね。ぼんやりした明かりだから。でしたでしょ、うん、ほらもうすごい。もうほらもうね、星明かりしかないようなね暗いところで山の上の方行ってさ、うん、駐車場でさ、駐車場車で行くんだ。ランタンの明かりだけで、うん、そうみんなでパーティーですよ。パーティーね。あーでもみんな密になるから離れてパーティーですよ、うん、なんだそれ。いつ空いてる。いつ空いてるじゃねえよ。いつも空いてねえわ。じゃあ空いてねえわ。いつ教えなさいよ。開けねえわそんなの。教えても青鬼に聞くからいいです。須藤紹介する。ああはい、かなみさんから普通していただいています。神、はい、谷さん、小野さん、こんばんは。どうも神谷さん。はいはい。私はリーディングライブ、作る彼女と僕らの手、会場と配信を合わせて全公演拝見させていただきました。本当ですか？ありがとうございます。 A チームと B チームでの違いはもちろん、特に同チームでも、会ごとで毎度全く違った作品になっていたなという印象が強く、いやこういうアプローチでも成立するんだ、面白いなと思いながら拝見しておりました。きっとそれがリーディングライブの醍醐味でもある気がしていて、一つとして同じ回がない生き物の面白さというものがより今年は色濃く出ていたなと思いました。大阪1公演目のあの神谷さんの演技プランには、舞浜2公演を拝見した後だったこともあり、違いに大変驚きましたが、その理由をアフタートークでお聞きできたのも嬉しかったです。今年も素敵な時間ありがとうございました。来年の10周年も楽しみにしていますということでいただいております。はい、ありがとうございます。うん、
まあリーディングライブね、やらせていただきまして無事終わったんですけども、ね、お疲れ様でした、うん、いやまあ大変でしたいろいろね。まあ今年はね、あの前も話しましたけどコロナ禍でお客さん入れられるかどうかみたいなところも含めて新しい試みやんなきゃいけなかったんで、まあ 50% お客さん入れた上で全公演配信という形でお届けしたんですけれども、はい、まあ全公演配信でお届けさせていただいた分、全公演をご覧になった方も当然いらっしゃるわけですよ。そうですね、金見さんもそうですからね、はい、それも非常にありがたいなと思うんですけれども、うんうん、でまあ、すごくよく撮ってくださってるんでその全公演の違いみたいなものも含めて、うん、まあ、リーディングライブの醍醐味だっていうふうにおっしゃっていただいてるんで、うん、まあ、それを否定するつもりはさらさらないんですが、うんうん、でもやっぱりそれをこうなんだろう、提供する側としては毎回毎回一番いいものを届けたいわけです、うん、したら本当は違いなんか出ちゃいけないんですよ。はは、本当はね、なるほどね、うん、その回ならではの何かみたいなものも当然あって叱るべきだと思うけれども、うんうん、全く違うものをお届けすることは本当はダメだなと僕は思ってるんですけれども、はい、まあ、今回はちょっとですねやっぱ東京公演、うん、大阪公演含めまして、うん、まあ、東京公演でやったことをひっくり返すようなことを僕は大阪公演でやり始めて、はい、おね、こうその理由はアフタートークでなんかお話してたらしいじゃないですか。まあまあ詳しくはそのアフタートークでお話しさせていただいてるんで、まあ、ここでは割愛しますけれども、うんうんうん、まあだからそういったちょっとなんか禁じ手的なことを今回やってしまったので、まあまあまあ本当はそれに関しては実は反省しています。あら、最初からその大阪公演でやれたものを東京公演でご覧いただけたら本当は良かったのかもしれないんですけども、まあそうやってね、非常に、いい方向に解釈されてくださってるんで、まあ、それはそれで本当に非常にありがたいなと思いつつ、うん、やはりまあそれを、ね、反省点として生かして、うん、まあ、その10周年来年ですね、に生かせたらなというふうに思っております。10周年か、はい、いやね、こういうメールをいただくとね、うん、いや僕もやっぱもう一回出たいなと思うんですよ。いやもうそれはですね10年超えたら考えますっていうのもやっぱり10年まではゲストをダブらせないようにお呼びするっていうことを実は念頭に置いてゲストをお呼びしてたんですよ。今だから話しますけれども、そうですね、だからはい、なんで10年間の中で1回しかお呼びできないのでここぞっていうところにしかやっぱりお声かけできなかったんですね。なんで小野くんに関してはここなのタイミングだなっていうところであったんで、まあ、お呼びしたんですけれども、でそうなると10年したらリセットして、まあ、次のタームに入るんで、うん、そしたらもう一回、ゲストにお呼びしたい人にはお声掛け改めてさせていただこうというふうに思ってるんで、まあ、当然小野さんにも出ていきたい、出ていただきたいと思ってますんで、出たいよマジで、はい、まあ、でも僕に決定権があるわけじゃないからこれは僕が言ってるだけなんですけれども、まあそんな思いで僕はいます。おー、なんかでもいいですね、まだまだそういう意味では伸びしろがあるっていうか、このコンテンツがまだまだ育っていくね。え、ね、あでもそれを言ったら前も話しましたけど、やっぱその朗読っていうのはまだちょっと完成形が見えてない部分があるんで、試行錯誤しながらこれが朗読の完成形ですっていうものにたどり着く、その時まで続けられたらなというふうに思ってるし、もしそういうところまでたどり着けたら、うん、声優がやる朗読をエンターテインメント化したものっていうのがもう文化として当たり前にみんながやってるよね、あれ面白いんでしょっていう風に認識してもらえるところまでいけるかなと思って、うん、そこまでいったらもう本当にあやっててよかったなっていうところまでいったかなっていう風に自分でも思えるかなと思ってますけど ね。今はだから全然そのもう途中なんで、うん、毎回毎回試行錯誤だし毎回毎回反省だし、うん、はい、うわでも10周年楽しみになりましたね、はい、うん、来年頑張りますんで一つ皆さんよろしくお願いいたします。てなわけで引き続き皆様からのツストをお待ちしております。続いてはアニメ専門エンタメサイトアニメロミックスの中にある女の子のためのスマホサイトディアガル情報です。アニメロミックスでは中村修吾さん配信シングルおのが好評配信中です。おーのーね、うん、おーのーね、うん、おーのーか、うん、俺の歌かと思っちゃったよ。あ、おのね、うん、そうね、フルサイズをダウンロードいただいた方に特製待ち受けをプレゼント。おのの特製待ち受けをプレゼントします。撮影したっけ、まあ、いや、さらにご応募いただいた方全員に缶バッジ、おのの缶バッジですね、缶バッジだね、うわ、ぜひチェックしてください。そしてディアガールストーリーズのコーナーでは番組のレポートと写真を掲載しています。ディアボイスの着信ボイスも好評配信中。アニメのミックスディアガールはスマホからアニメので検索してください。アクセス待ってます。ニコニコチャンネル DGS チャンネルの登録も受付中です。有料会員になると番組のアーカイブやおまけ放送 DGS 裏談話室が聞けます。さらに過去オンエア音源のプロデューサーズカットバージョン2007年4月28日放送分も配信。え？チャンネル登録よろしくね。神谷博士、
小野大輔のディアガールストーリーズ。ディアガール談話室。何かに悩めるディアナガールから僕らのところに普通のストーリーこと普通ストが届いて、それを僕たちが精一杯紹介していくこのコーナー。さて今回はディアネームアイルさんから僕らのところに普通のストーリーが届いています。では紹介していきましょう。アイルのお便り。先日ポストを開けると1枚の封筒が入っていました。中を開けてみると声優グランプリの読者プレゼントの小野大輔さんのサイン入りポラでした。私は嬉しすぎて膝から崩れてその場で号泣。母から大笑いされていましたが、そんなの気にせず一生分泣きました。その晩夕食の時に母が家族の前でそのことを暴露しバカにされました。嬉し泣きするのは恥ずかしいことなのでしょうか。へえ、素敵なエピソードじゃないですか。ららそんなさ、泣くほど喜んでもらえるんだったらさ、じゃあサイン入りポラでさ僕らも作ってプレゼントする？お、そういえばそれって一度も DGS でやってないですよね。まあね、やったことないね。でもやっぱ新しいことはやっていかなきゃいけないから。あ、でも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 泣かれるのはちょっとこの番組に涙とかちょっと、もうそんなのは、あの MOB が、あの活動休止します、なぜならちゃんこが太りすぎてこのままだと破裂するからです、やめないでって言ってたあの涙だけで十分もうそれだけで十分。あれもちょっとね僕らの意図してない涙でしたけどねこの番組の一生分の涙はあそこで使ったんで、もうこれ以上涙は十分です。そうだね、もう涙はいらない。本当そうなんですよ。鈴木雅之さんですか。そばにいるから、だってね、やっぱり僕らのために親愛なるたった一人のあなたに泣いてほしくないじゃないですか。うん、でもどうするんですか。ん、もうじゃあポラロイドプレゼントやめます。いや、一個いい方法があるということで、今からお互いにポラロイドで写真をたくさん撮って一番ブスな写真をプレゼントしますもう動揺が隠せてないじゃん、ね、書いてあるから読んだんですけど。そうでしょ、まあ一番ブスな写真なら泣いて喜ばないで中和するでしょって中和させんだ、喜ばせずに。そう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 、中和するから。中和するってゼロになっちゃうけどさ。ポラ撮って、もうダメ、やる？カメラ、カメラ、はい、じゃあ、はい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 、ポラロイドカメラね、はい、今ありますけど、はい、あ、だって撮るからもう撮んの？あ、撮るよ、当たり前じゃん。しょうがない。え、ブス？ブスだよ、ブス。いや、撮影でそのブスな顔するって慣れてないからさ、じゃあもう、じゃあ、はい、合図くださいねはい、チーズいいじゃん、いいじゃん、いい、うん、まあ要はね、面白い顔です、面白い顔です、要は。わかりました、はい、2枚目ですね。2枚目です。はい、いきますよ。2枚目だけど、はい、チーズ、ブス。ああ、まあいいんじゃないですか太陽拳みたいなポーズでねはい、これ何枚ぐらい撮ればいいですか。5枚ぐらい撮りましょうか。はい、じゃあいきますよ。はい、チーズあー、はいはい、まあいいでしょうね、はい、豚っ鼻みたいなやつですね。豚っ鼻でございますよ、はいはいはい、伝統のね、伝統のね。あ、どうしよう、え、4枚目っすか。4枚目っす。はい、チーズ。あー、いいですね、十四松っぽいっす、はいはいあとはこれラストです。これラストです。動きのあるブス、はい、ムービングブスですね。ムービングブスです。言いますよ、ムービングブス、はい、はいはいはい、まあアクション写真ですねさあこれで、はい、小野さんのブス写真は完成でございますので、これ続いて僕がやりますから、はい、よし、はい、ブスに撮るよ。お願いします張り切ってやるんでオーケー、はい、オーケー、レッツゴー、オーケー、神谷ちゃん、グーブス、はいはい、ファーストブス、はい、あのもうほぼ妖怪ですからね、ヒロシ、妖怪人間ヒロシ、あ、これはいいね早く撮れもうちょっとアップで撮っちゃう、オーケー、
これ何ですか今の。これ何でしょうね、うん、投げキッスです。投げキッスしてたんだ、ブスの投げキッスですね。嘘でしょ、受け取りたくないやつ、ね、ちょいゲロ吐いてるようにしか見えなかったけど何言ってんすか、はい、じゃあカメちゃん次、じゃあかっこいい、あーかっこいいね、ロックだね、はい、これウィンクブスですね、ウィンクブスね、ブスウィンクね、ブスウィンクですね、ブスウィンクですね、はい、次どんなのが欲しいですか。さあ、どんなの欲しいですかカメラマンさん。4枚目かな、次は。次4枚目です。4枚目で、はい、あと2枚しかないですから、あの鋭い鋭いやつ、鋭い、ね、鋭いやつ、鋭いやつ、鋭いやつ、オッケー、これ鋭いやつですね、これはもうね、はい、心霊写真ですもん、これもこれラストになりますけど、ラストムービン、ムービン、ムービンですか、ムービン、はいはい、動きがはい、まあ、もう完璧だと思いますあ、ちょっともうね、はい、これはひどいな。小野さんはですね、まあまあまあ、はいはいはい、まあでもね完全にね見慣れてはいるんですよ、大体小野さんのこういう顔は、まあ大体いつもの小野さんちゃいつもの小野さんですね、顔してます、まあ、これでも若干小野さんっぽくなくていいですねちょっとあのコロッケさんかなっていうこれ何のポーズか、これシュウペイですよこれこれ今流行りのあ、そうですか、シュウペイポーズをいいですね、ブスだね、あとはやっぱりこうアクション写真はですね、殴られた瞬間みたいな、ね、本当だ、これいいですね、あなたのアクション写真すごいよこれ見てこれもうあのほとんど死体ですよね、これすごいね、もうやっぱりあの鈴村健一さんと2人でですねアクション写真は極めましたんで、あでも、ただ入野美宇っていう超新星が現れてあいつにはかなわないってことは分かったんで、もうやってないですけども、久しぶりにやりましたねアクション写真。僕でもねこれが一番好きかもしれないですね、あの鬼の顔してますあ人殺しの顔ですね、鬼滅の最初の方に出てくる鬼の顔をしてますね、もう人のことを恨んでる顔ですよね、あとね1枚目何も指示しなかったやつが一番ブスかもしれないっていうあのこれすごいですよね、振り向いた瞬間のブスですね、そうですそうです、振り向きブスですね、振り向きブスですね、うん、見返り美人じゃなくて振り返りブスですねこれは、はい、これはもうどれも甲乙つけがたいですね小野さんはやっぱりどれですか、これですかね、はい、あシュウペイですね、シュウペイさんですか、それブスですね、これブスですね、信じられないぐらい、これにサイン入れてプレゼントします、はい、じゃあ僕は、はい、こちらの、振り返りブスの神谷さんですね、はい、あー気持ち悪いですね、そうなんですよ、気持ち悪いですよ、若干引きの絵っていうのも気持ち悪いですねはい、ということでですね、このポラロイドにサイン入れてそれぞれ1名様にプレゼントしたいと思います、プレゼント応募の宛先はエンディングで。神谷浩史、小野大輔のディアガールストーリーズ、ディアガールストーリーズはちゃんとしろお前あれってディアボイスでしょ、だってディアボイスか、ディアガールストーリーズって今言ったし、ディアガールストーリーズだ俺もね、お互いの写真でね結構ショックがでかくてねブスすぎてびっくりちゃった今俺ブスな声で喋ろうかなって一瞬思ったんだけど、ありますこれちゃんとしたコーナーだった、ディアボイスです、ディアボイスですね、はい、番組から生まれた名言や僕らに言ってほしいセリフを募集しアニメのミックスの中にあるもう唯一ほらスポンサーっぽいコーナーだからちゃんと言わなきゃいけない、アニメのミックスの中にある女の子のためのスマホサイトディアガールで配信していきます、そうです、はい、今回は神谷さんのボイスを配信しました、はい、失礼しました、はい、生なた豆さんからリクエストいただいたこちらのセリフです、マイクのコンセントは抜いちゃダメだぞ当たり前ですよこんなんね、はい、ひどいなこのセリフ引き続きこのディアボイスであなたからのリクエスト待ってます、あ来週は小野くんのボイスを配信します、お楽しみに。ディアガールストーリーズ、そろそろ今夜のストーリーもエンディングの時間になってしまいました、いやマジほんとひでえね、そうですね、うん、逆フォトジェニックです、ね、まあまあまあ僕は見慣れてますけどねこういう写真、自分で自分でなんで撮るんですかそういう風に、なんだろう、よく健一くんとこういう写真撮ってたのよ、遊んでたんですね、はい、でそれにミユがハマっちゃってでミユは天才的なのよ、マジ面白い、ただあいつが行き着いた先は、うん、あの無表情が一番面白いって言われて最終的に最終的にはうわ、うん、無表情が一番面白かったね、もうあれですよ、なんすか、あのポラロイドカメラが勝手に閉じましたもん、あもう無理って、したんでしょう、ね、もう無理すぎて、それはそれはそうでしょうね、あげるの本当にこれ、これあげます番組では皆さんからのメッセージをお待ちしております、おはがきの宛先はこちら、郵便番号105-8000に文化放送神谷浩史の大好きのディアガールストーリーズそれぞれの仮です、メールアドレスはこちら、すべて小文字で dgs@joqr.net、
djs@joqr.net です。ラジオ大阪の方もこちらからお願いします。そして先ほどのサイン入りポラロイド写真のプレゼントが欲しい方は、あなたの住所、氏名、電話番号とどちらのブスポラが欲しいかを書いて、懸命に DGS ポラロイド写真プレゼントと書いて、はがきかメールでお送りください。応募の締め切りは11月28日土曜日いっぱいとさせていただきます。はい、多分マヨ系とかに使います、これ。あ、なるほど。そしてアニメロミックスのディアガールにも僕たちの番組サイトがあるので、ぜひアクセスしてください。写真が見られます。さらにニコニコ DGS チャンネルの登録も受付中です。有料会員になると翌週火曜日におまけ放送 DGS 裏談話室が聞けます。そしてニコニコ動画と文化放送エクステンドの YouTube チャンネルでも放送のアーカイブを配信しています。はい、ということで、ここまでのストーリーテラーは神谷博史と小野大輔でした。ディアガールストーリーズ第712話に続く。この番組はドワンゴ声優ラボの提供でお送りしました。